皆さんおはようございます。代表候補の足立康です。今日夕方、京都は四条河原町の高島屋前で街頭演説。私は改めて原点に変える、維新の会は何を大事にする政党なのか、透明で公正公平な社会を作るためには透明で公正公平な政党を作らなければなりません。最後まで必ずこの戦い勝ち抜かねばなりません。頑張りますのでご支援お願いします。頑張ります。いや、私はね、この維新の会の悪口を言ってるんじゃないんです。私こそ維新の会を守ろうとしているんです。維新の会が掲げてきた旗は、透明で公正公平な社会を作るという私たちの理想を、私が一人で今守ろうとしているということを、ぜひ有権者の皆様にはご理解を伝えたいと思います。私は今、日本維新の会の3人の代表候補の中で維新の会を守ろうとしているのは私ただ一人だと訴えた。自分たちの党のこの初の代表選挙を透明で公正公平にできないで、どこが維新なんですか。私が代表に押し上げていただいたら、それはもう一度透明でもっと公正公平な代表選挙をやり直す。半年間ルールをもう一回作り直して、来年の5月改めて真っ当な初めての代表選挙、私が辞任することによって執行する、これを今日この場でお誓いを申し上げたいと思います。今日もですね、街頭演説をさせていただきました。明日は名古屋で街頭演説をさせていただいた後、またこの大阪に戻ってきまして、私の地元事務所でオンライン大集会を開催させていただきます。もう最終最後のイベントとなります。ぜひ、ご参加をいただいて、私と共に前に進んでいただきたいと思います。ご支援お願いします。